ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。あなたの心にティータイム。
ドでグレイトのウィローになるんです。やけど注意。おまけに薄気味悪いわ。だけ待ってね。
甘く見ると怪我するよ。うまいこと大根が出しますあたいのウイルス。